はい、皆さんこんにちは。ナプラウト TV のオーフェンです。先日5月の末にヨシさんのお父さんにファーウェイのメディアパッドライト8を渡したのですが、使い始めて 2,3 週間経ちまして、まあタブレットにもだいぶ慣れてきて、数ヶ月前まで固くなにガラケーユーザーだったお父さんなんですがね、タブレットでも LINE がしたいと言い始めまして、スマホとタブレットと両方一気に LINE にログインできる方法を調べたところ、どうも Android スマホと Android タブレットという組み合わせではできないようなので、そこで今回はダン iPad 無印を購入しました。今回購入したモデルは Wi-Fi モデルの 32GB スペースグレーです。それでは今回は開封と設定までを行いたいと思います。はい、それではお待たせいたしました。開封していきましょう。はい、では行きますよ。開けますよ。せーの、こんにちは。たー、 iPad。 来た。はい、では同梱物のチェックからいきましょう。同梱物はまずは本体、本体空張りがシルバー、スペースグレー、ゴールドとありまして、今回はスペースグレーを購入しました。ベゼルもね、すっかり黒いですね。では本体とライトニングケーブル、いつもの紙ペラ、この中はほい、アップルのロゴのマークのシールですね。ちょっとした取扱説明書とリサイクルについてなどなど書いてます。で最後にこちら AC 電源です。な感じでこうなってます。この2つは今のところ必要ないので一旦箱に片付けておきます。今回購入した 32GB Wi-Fi モデルを見ていきましょう。お久しぶり。まだねフィルムとかは注文したけど届いてないので、また届いたら貼ります。よいしょ、ペロ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 。はい、ではせーの、こんにちは。おー、来たー、 iPad。 新品ピカピカですね。スペースグレーです。カメラはしっかりここの本体の中に収まってて出っ張りがない感じですね。最近の iPhone とかだとカメラが出っ張ってるのですが、こちらは出っ張っていないモデルになってます。はい、ではまずは iPad の本体のこの上部の方から見ていきましょう。本体の上の方、こちらが電源ボタンになっています。で電源ボタンの反対側、こっちの方行くと、なんとイヤホンジャックがあります。最近ねイヤホンジャックのないモデルが多くなってきてますね。無線のイヤホンも増えているということで、ですがこちらのモデルはイヤホンジャックがあります。本体向かって右側が音量ボタンです。音量ボタン上と下、上げ下げですね、プラスマイナスです。そして本体の下の方はスピーカーの穴と、こちらがライトニングでの充電の端子を挿すところになっています。本体向かって左側のこちらの端子がマジックキーボードなどを購入した時にマジックキーボードと接続できる端子になっています。はい、ではお待たせいたしました。 iPad に電源を入れてみましょう。ドン、きたー、リンゴきたー、ましたね。はい、では設定していきましょう。ホームボタンを押して、はい、設定していきます。まず日本語、日本言語設定、手動で設定、優先する言語日本語、キーボード日本語、嬉しい。はい、アクティベート中です。タッチ ID は私が使うわけではないので、ここの設定はパスします。後で設定利用しない、パスコード使用しない。Apple ID ね、Apple ID をお持ちでない場合、後で設定でセットアップ使用しないでパスしましょう。 iPad に向かって、あ、どっちがいいかな、どっちが好きかな、目が疲れにくいんやけど、でも、まあ、ライトにしといてあげようか。はい、では無事にセットアップできましたね。はい、ということでその後無事にですね、じゃん、フィルムが届きました。早
こちらのフィルムを貼っていきたいと思います。がしかし私フィルム貼るのが苦手なので、得意そうな選手を連れてきたのでバトンタッチしたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、どうもご無沙汰しています、よしです。久しぶりですということで、フィルムだけ貼りたいと思います。えい、フォーカスエンジョイモードって書いてる。えい、はい、こんにちは、はい、出てきました。なんか QR コード書いてる。これパスタマサコで、なんかお手紙がついてる。お手紙だよ、これ完全これお手紙やんね、これ、うん、なんだろう、なんだろう、よしさんね、そんなこと書いてたらびっくりする。なんか貼るやつ、貼るやつかな。で、クロス、うん、ぽいよね、うん、なんだろう、なんだろう。で、クリーニングねと、トリセツさんねです。うん、こんな感じで丁寧に説明を書いています。なんかね、昨日メール来たら、うん、YouTube で動画見てやってて、YouTube で動画見てやって、今スマホ埋まってるよ、そのモニターで。じゃあ向こうの Mac でやりますか。ちょっと見ながらする。うん、見ながらする。こっち持ってくる Mac、これにしようか。見ながらやります。はい、始まりました。じゃあこれが作っていくね。作っていくねじゃないわ、貼っていくね。何を作るんだってね、何を作る、コネコネするんかあんたはみたいな、コネコネするんか、わけわかんない。なんて、まず綺麗にするのね。まず緑で拭いちゃうらしいです。緑でこうね、ウェットで やるのね。あ、結構くるな、すごい匂いがする。これなんか貼ったのかっていうぐらい、なんか綺麗なエッジね。これこの iPad 変わったん。そうよ、この iPad 変わったん、すごいね。うん、はい、で青いの取り出しましたよ。青いのね、青いのやっちゃう。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ただいまテンパっております。 iPad って何、フィルム貼るのって何年ぶりやろ。前iPad mini のジェネレーション2やったっけ、1やったっけ、を持ってて、今もあげちゃったんですけど、クロスね。でやって、何するんだっけ、次これか、これでペダリングするのね。前回の方法持ってきたわ、前回の方法ね。で、こうするの、ん、合ってる、こうなの、こうなんで、ん、いいの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 、マジで知らないわね、知らないわね。ちょっと待って、心の準備ができてない。心の準備ができてない。ん、いけた、いけ、綺麗に入るよね、これ。いってらっしゃい、いいんじゃないの、いいんじゃないの、いいんじゃないの。どう素人にも貼れました。なんか、うん、大丈夫そうじゃない。うん、よ、よし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 、どう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 、おーすごーい、どう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 、はい、はい、これでお父さんに無事渡せるね。ね、はい、お父さんに一言、使ってください。なんだそれ。といってもこの iPad 自身を買うのは本当に久しぶり、久しぶり。いつもうん、会社のもの使ってる。そう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 、持って iPad、 これカメラなんか出っ張ってない。そうだ、出っ張ってないよね。へえ、なんかすごいよね。すごいすごい、久しぶりの iPad です。 iPad です。というか Apple 製品が MacBook 以外で久しぶりかな、うん、本当やね、うん、もしこれ使っ、ね、うん、試しに、まあ、設定してみて使い勝手良さそうなら、また我々も1台ずつ買おうかなと思います。イエーイ、変えたらね、変えたら。それかもう何、 iPhone SEしちゃうかって感じね。あ、SE でもいい、うん、
そんな感じです。ありがとうございました。晴れました。やったね。やりましょう。はい、ということで無事にフィルムも貼れて渡す準備ができたので、今夜早速お届けに行ってこようと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタン、グッドボタンよろしくお願いしますお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ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 。また見てね。